が以前お話したことあるんですけど、旅行アメリカに1年間旅行した時にこうアメリカにいるおじさんがこう迎えてくれたっていう経験がありました。その貴重な経験は私をこういろんなことを経験する機会になりました。旅をするっていうことはとてもいいことですね。なぜかと言いますと、その旅路の中で自分神様に助けを、神様の導きを求めるからだと思います。同じように、この夏に私の甥っ子たちが今バンクーバーに来ていますが、彼らも今度また明後日からは汽車に乗ってトロントまで行ってそれ旅行をするそうです。彼らもこの旅行を通していろんな人に出会って、もらう、また出会うという、そういう経験をするでしょうけど、大事なのはこう迎えられたという経験は、またその人が後に迎えられた経験を持った人は、人こそまた人々をこう迎えられるという経験をできるんじゃないかなと思います。今日の聖書を見てみますと、エゼキエルというアブラハムのしもべがいてて、このアブラハムのエゼキエルはアブラハムに頼まれて子供、息子さんのイサクの嫁さんを探すために旅をしました。その旅をしたっていう距離なんですけど、先ほど地図で見せましたけど結構距離があるんですね。このエルサレムからハランというところまで、このトルコの東の方で、まあ、その距離というものはこのバンクーバーからバンフまで行く距離だそうです。約840キロ850キロで、もし歩いていくならば1日に40キロぐらい歩いていても20日以上かかる距離を歩いていくんですね。まあ、アブラハムもそういうような旅をしてこうカナンという地域に来ましたし、皆さんは私たちも旅を遠い日本がここまで来て住んでいたりとしますけど、遠い距離を旅してから探しに来ました。そしてこのエゼキエルさんが、エゼキエルさんが24章の初めの方の今日聖書を見ていただけると、何の話をしているかといいますと、その地に到着したんだけど、そこでどのようにこのアブラハムさんの親戚の人を探すか、手立てがないわけなんですね。それで井戸のそばに座ってて、彼は神様にお祈りしました。もし、ここで私が水をくださいとお願いする、お願いして私に水をくれて、なおさらラクダに水をくれる人がいるならば、その人があなたが私に導いてくれた人でしょう。でそれでまさにそのお祈りを終えた瞬間、ある女性が来ます。そしてその女性に、すいませんけど私のために水を一杯くれますかというと、その女性は井戸の水を汲みに、このなんかこう汲んだんじゃなくて泉からこう汲んだみたいですね。だからその下にどっかのこう降りていって水がこう溜まってくる、そういう井戸が溜まってくから水を汲んで上に登ってきて、そしてその声をかけてエゼキエルさんに水を渡すんですね。そうするとその女性は、あなたのラクダにも水をあげましょうかって言うんです。でその旅をした時に彼は10頭のラクダを持ってて、10頭のラクダに水をあげるって言ったらどんだけ大変でしょう。彼女はこの走ってっていうように書いてあるんです。走っていってまた水を汲みに行って、それでその10頭のラクダに水を渡したって言います。聖書の中で、見ていますと、このマタイによる福音書の25章を見ますと、このようなことが書いてあって、イエス様がこう最後の審判の時にこう言うんですね。あなたは私が喉が渇いていた時、私がお腹が空いた時、私が何もなかった時に私に着て食べ物を与え、そして水をくれた。そうするとその人たちが、私はイエス様に従ったことないんですよって言うんですよね。そうするとあなたたちが最も小さくされているものに
も使徒も同じですよということをイエス様はおっしゃいます。まさにこのマタイの今日の福音書のマタイの福音書の話につながってきますけど、私たちがこう今困っている人にするっていうことはまさにイエス様にしていることでありますし、もう一つは私たち自身も神様から生かされている、またいろんな結果が生かされたっていう経験があるからこそ、こうしてまた人々に差し出すことができるものとして成長させてもらったのではないでしょうか。しかしパウロはこのように言います。私は神様の願うことをしようとするんだけど、そういうことができない人です。時々私たちは自分の思うように神様のことができないということもあります。しかし、大事なものは何かというと言いますと、私たちが神様に生かされているということを思い出すとき、神様によって小さなことを感謝のことを私たちが思い出すとき、それは私たちに力となって私たちを生かす経験になります。皆さんにちょっと一つだけ質問をしたいと思います。最近感謝したこと何がありますか？ I'm going to ask you one question and then I will finish my sermon. Have you recently what you give thanks and recently great?What your thanks for thing? Listen to me. Living with my family. Living with my family. Or what your thanks for thing? he doesn't have. So think about it.
small thing, if you find the thankful thing, it encourages you to live more and more. And also, it encourages you to serve someone. And also love yourself if you feel thank something, little thing, it causes you more strong. だから皆さんが周りの中で小さなものを探して、あ、本当はたくさんあるんだけど、ちょっとね、立ち止まって探すっていうことを通して、そのことは自分を生かしますし、また周りを生かしますし、また人々を生かします、生かすことになります。どうぞまた私たちが一人一人が生きている旅路の中で、神様との関わりの中で、また感謝を持って生きるっていう、そういう恵みが与えられますように、お願いいたします。Let us pray. Thank you, God, our gathering here today, each one of us. You pour your grace to us. Open our eyes to see what you have done for us. Open our hearts.